チャプチェってあります？はい、ございますが、はい、ありがとうございました。チャプチェってあります。チャーハンもあるんですけど、今日やめときます。チャーハンがいい。チャーハン&チャプチェになっちゃったんです。チャーハン丼盛りで、嫌なら白ご飯もあるんです。 お外でワンちゃん一匹と、お外、はい、かしこまりました。チャーハン盛りね。お久しぶりですね。まあね。この間目撃情報を聞きました。またまた。先週の日曜日、トモちゃんと、トモちゃんが聞いた。どっか行ったの？見かけたって言ってたよね。遠くから見かけた。目立ってたって。トモちゃんが。ラーメン祭り？え？そう、なんかあの街中で。お花見、お浜並みで街中は行けたんだけど、ラーメン祭りは犬が入れないから行けなかった。あ、そうですか。いっぱいも食べれなかった。こんにちは、いらっしゃいませ。こんにちは、どうもいらっしゃいませ。お久しぶりです。ポムちゃんはお元気ですか？ポムちゃん車に乗ってるんです今。お大丈夫ですか？ここで、じゃあ早速テーブル行きますね。はい、今日はチャプチェですので。この白いうどん何？これはさつまいも麺、さつまいも麺のチャプチェ。いいね。美味しいですよ。私個人的に大好きなので。おーい、じゃあ肉も多めにしときますか。おーい、うん、チャーハンもありますか。今日スイーツあるの？あ、チョコレートケーキあります。はい、じゃあ、はい、ホールで食べる？ホールは無理か。じゃあ普通で。人生、またそれ YouTube 出すんですか？私の人生を語って。人生はもう、そうですね、悪くないですね、人生ね。何が起きるかわからないのが人生で。これセリ、セリ嫌いですか？大好き。大好き？じゃあいっぱいありがとうございますね。なんか苦労話とかないの？いや、いっぱいありますよ。なんかでもあの苦労したこと考えても前に進まないので、うん、楽しいことばっか考えることになります。それでいつもここに来ると楽しいんだ。嫌なこともいっぱい、あ、でもあんまり嫌なことないですね。考えないから。あ、頭悪い方がいいですよ、考えないから。嫌なことがあっても自分で吸収できるタイプね。忘れるタイプ。忘れるように考えるのをやめます。そうなんだ。大盛りしときますか、麺も。すいません。ついね、食べさせちゃうんですよね、いけない人にまで。おかしいね。おかしいな、うん、ダメだよっていう人についつい食べさせちゃって。こんな大盛りどうしよう。辛いのはお好きですか？はい。じゃあコチュジャン、これちょっと手作りコチュジャンが、韓国のお友達が作った。コチュジャンって手作りできるの？そうなんですって。ほら、韓国のお友達が作ってくれたコチュジャン。韓国にもお友達がいるんだ。そうなんですね。すごい。美味しいですよ。はい、楽しみにしてます。すいません、氷水ください。お水でいいんですか？はい、すみません、前怒っちゃったから。氷が入ってない、氷が入ってないと怒るからダメだよ。そうなんですよ、鼻でこんなの食べれるから。ここでは氷が埋めると思っちゃってるのかな。そうなの。チャーハンです。します。ちょっとチャーハンの大盛りで、やった。置かせていただきます。はい。ゆっくりどうぞ。
だいぶなんか、ね、年を重ねた感じがありますね、ちょっとね。7歳になったんですよ、先月。なんかこう、毛並みがね。今日は朝洗ってきたんで、なんかね、お楽しみにしてたんです。もうちょっとやもんね。あー、ごめんね。お水これほら、これこれこっち氷どうぞ。ないって。いけない。チャーハンがいいね。ここに書いてあるかな、書いてなかった、はい、あ、大丈夫です、味わって、すいません、はい、いい香り、やった、いい香りがしてる、あのオレンジの、ラーメンイケメンやって なんだっけ、いやなんか一つでいい、ゲッツはゲッツ、ゲッツThank you.